珊瑚。術は成功したようだ。どうやら安定したようだな。なんだ、お前の気のせいだ。だから気にするなと言っている。来たか。どうやら始まったようだな。私たちの仕事だ。お前にしては勘がいいな。ああ、そうだ、このままでは都の人間全てが滅びるやもしれぬ。九段の魔王が現れた。サンゴ、これから指示する場所へ先に向かえ。そこには泉たちがすでに駆けつけ、魔王と戦いを繰り広げているはずだ。私も向かいたいところだが、まだ奴と戦うための準備が残っている。お前は私の到着が遅れることを泉たちに伝えてくれ。必ず奴を倒す。そのための準備だ。だから私が向かうまで泉たちに何としてでも持ちこたえろと伝えろ。いいな。
サンゴやないか。無事は無事やけど、あくまでも今のところはだね。さっきから胃が痛くなりそうな気配がどんどん濃密になっていく。本当、死後寮に帰って原神にお茶でも入れてほしいくらいだよ。ミア、警戒は怠らぬように。何が出てくるかわからないのですからね。怒られちゃった。さてと一号、問題の気配はやっぱり返じてるかい？間違いなくこの地に邪悪な気が集まってきているよ。姿を現すのも時間の問題だと思うけどね。三号さん、安倍様はどうなさいましたか？魔王ね。まさかどでしょうか？いや、ちゃうな。今都を覆っとる気配はまさかどのもんと似とるかもしれんけど、闇の濃さは全く別のもんや。私もそう思いますよ。何が来たって同じことだろ。生命が術にこれほど時間をかけるほどの存在だ。どっちにしろ手強い相手には変わりないだろうさ。確かに単純な意見のようだけど、それだけに一号の言う通りだよ。分断された体を用いて復活させられたのが誰なのかってことより、今はどうやって守るかが重要さ。おそらくはこの京の都が経験したことがないほどの災いだからね。俺たちが向かい合っている敵は、そうだね。あの地震家がそう言ったんなら、今は信じて待つしかないよね。つまり当面の俺たちの役目は、生命の準備が整うまで魔王とやらを足止めすること。皆の力を合わせればその程度は叶いましょう。生命が活躍するための時間稼ぎっちゅうのが気に食わんけど、この場合はしゃあないか。真面目に働けよ2号。そうじゃないと生命に焼き鳥にされるからな。丸焼き地鶏なんかにされてたまるかいな。ちゅうかワイはいつでも真面目やっちゃねん。ふん、お前のどこが真面目だって？あなたはこの地から離れておいた方が良いのではないか。
サンゴ、この戦い参戦はしてもいい。だけど無茶はしないこと。危険を感じたらすぐに退く。これは命令だよ。いいね。うん、いい返事だ。ほんと式神ちゃんに何かあったりしたら俺戦いに集中できなくなっちゃうんだから、お願いだよ。ま、いざっていう時はワイが何とかしたり、あんたに何かあったらイチが言うみたいにほんまに生命に焼き鳥にされかねんからな。それに可愛い後輩は守ってやらんとな、イチ。